はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。序盤から最終工程で進んでいくロマサガ2、今回は残る七英雄をですねどんどん倒していきたいと思います。まずは術研究所のですね天と火、これでクリムゾンフレアが出来上がるので、まあ、まずは開発をしましょう。でその後、まあ、イベントを進めば出来上がると思うので、まあとりあえず僕音かな。僕音でもなんでもないって言ってるけど許さん。第二形態僕音やりましょう。で本当はね、陣形的にはラピッドストリームが一番いいんだけど、ちょっとラピッドストリームはないので。でそうか、千切りか駆動剣。駆動剣は結局あれなんだよね、ディレイがかかるからちょっとやばいんだよね、こいつに関しては。ちょっと最初は駆動剣でいこう。で槍、ウコムの方は強いんだけどちょっと槍がないんだよね。ギャラクシー覚えてね、ギャラクシーまだなかったんだっけ。クトンシャオって。で無妙剣3200、水長剣3人、ギョー強え。ボクオンといえどさすが第二形態は強えな。くらえ6000、こっちも強い。こいつは3000、半分くらいか。最終工程は、まあ、やはりちょっと生かしておきたい。 C デーの月光ってどれくらい回復するの。とりあえず、ね、回復だな。で最終工程撤収どうする。一旦無妙で攻撃しよう。多少は攻めないとねいけないから、相手より早く攻撃できれば大丈夫。マリオネットが厄介なんだよやっぱり。これは単体痛い。370、こいつの回復量は300回復するのか。まあまあまあだね。250、これでソフィアは元に戻った。ホーリーオーダーソフィアだ。よし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 、火力が高いねやっぱり。 OKOKOK、 いろいろ上がる。ステップの平和を回復、ようやく平定。クリムゾンフレア、ソフィア、よし。ついでにギャラクシーもワグナスで、先にちょっとワグナスを倒したかったのは、こいつを倒してね竜輪の剣を手に入れたいんですよ。やっぱりね C でフリーファイト女のね幻獣剣の火力がちょっと低いんで、まあ、この先はちょっとこいつを倒して竜輪の剣を手に入れるというところで、ぶっ倒しましょう、ワグナス第二形態。デイブレードもね、もうちょっと今、火力が不足している。体験はもうしょうがないんだよね。ライトボールだったらまだなんとかなる。とにかく火力で押し切る。ギャー、使った。不動拳、これが要、攻撃の。よし、毒性とか、マジで強い。これがまた変わればね、竜輪の剣にダメージ量はだいぶ上がると思うんで。極音が2ターンで倒せたからどうだろう。こいつも2ターンで殺したいけど、熱風学校800とか食らってるし。撤収がそろそろ LP やばそうだな。1000、やり技ちょっとなんかマジでなんとかならないか。まだ倒せない。ヒット打った8とか、これやばい。次全体攻撃食らったら死ぬな。不動拳はディレイかかっちゃうから、まずはちょっと最終工程を最優先で蘇らせたい。月光で自分だな。熱風来た、これ終わった。ゴーマジ強え、マグナス。
やもうどうにもならんぞ。装備を見直したけど、なんか特に買えるものがない。お祈りするしかない。熱風が来ないお祈り。まあ、最初は不動拳でいいでしょ。でなんかある？なんもないよね、かけられるものが。とにかく最高火力で押し切るしかない、このメンバーは。やることといえば3ターンで型をつけたいね。そうするとクリムゾンフレが4000くらい、978とか。でも1人死亡者が1人で済んだからな。インペリアルガードはもう回復に入ろう。一応蘇らせる。でクリムゾンフレはやっぱ火力高いからね、攻撃はしておきたい。フレームリップ976、よしよしよし。1体ずつだったらまだなんとかなる。そして最終工程が生き残っていれば、この2人で1万当たるからね。不動拳クリムゾンフレアペアで。で C ではもうちょっと不動拳怖いな、ディレイかかっちゃうから。で蘇らせるは蘇らせる。で C で回復してもどうせ死ぬから、この体勢なさすぎるから。ファイアストームでいくつ？これ熱風とどっちが強いの？5000とか、マジかよ、いかれてる。こいつ炎対策を取ろう。これは炎の壁をちょっと作りましょう。で作って1個イベント進めないといけないんで、別の七英雄を倒すか。ダンダーク、貴様は炎の壁完成のために死んでもらう。ワグナス、やつの方が圧倒的に強かった。ダンダークはこれ第一形態だからね、あの進化する条件がちょっとよくわかんないから、こいつには生贄となってもらおう。弱そう、不動拳で不動拳、できれば一ターンで型をつける。これでどうだ、無名拳が3000くらい、3400いくか。クリームゾーンフレアが多分4500から5000弱当たるはず。要するに400か、いた500、600近くか。でもまあ不動拳これ6000いくからね、強い、マジで。消えろ。ワンターンキルはできなかったか、赤竜にしよう。あでも2ターンで倒せるでしょ、この形態だったら楽勝だよ。もうこれで終わるよ多分。終わった、本当に1500しか持ってないんだ。ダンターク撃破。ワグナスよ、今度こそ倒す。炎の壁の力を手に入れ、私は帰ってきた。ワグナスよ、不動拳で C でも不動拳で、ミネルヴァはねちょっとリバイバをかけよう。何回かはかけられるはずだから、まあ、まずはそうだね、最終工程でちょっとソフィアは炎の壁で防御に回る。これ炎の壁ってさ、先に打たないと意味ない、もしかしてサイコバインド。これまずいよね。いやいや強い強い強い。リバイバは打って麻痺しちゃってるけど、最終工程が不動拳入んなかったのか。え、何これ、あれか、不動拳と一緒だからエフェクトが分かんなかった。でリバイバは絶対必要で、炎の壁、え、どうする、回復させたいな。最終工程リバイバかかってるとはいえ、ちょっとやっぱり回復させておこう。400、よし、炎の壁が先に入ってくれれば、これ自分にサイコバインドばっかやんけ。で不動拳で6000でしょ、でこれはもうゼロ完全に。今んとこ役に立ってねえな。もうちょっとこれ炎の壁不動拳でなんとか押し切るしかない。じゃあサイコバインド3連発はきついんだけど、無理だ。5000、
炎の壁が攻めてな、ダメージ取ってくれればいいんだけど、こういう時に限って熱風かよ。844、回復、リバイバ、そして不動拳が打てる。もうやべえ、 LP がやべえ、ライトボールですらやばいからね。暗闇って意外にうざいよね。当たる、2しかない。サイコパス1人死ぬ。これまひったらやばいぞ。これが最後の不動拳だ。次千切りにしよう。ちょっと無理か。113、いやー撤収が死んだこれ完全に。てか全滅した。すげえワグナスっていうかサイコバインド使われるとやっぱりきついんで、ここはもうお祈りだな。では2戦目、2戦目っていうか4戦目だよね実際は。でもここら辺でも変えらんないから、で2回はサイコバインドを使われないことがまず第一。炎の壁がマジで機能しなかったかな前回。よしよし OK、 これでなんか炎系の魔法を使ってくれればサイコバインドかよ。何でこれ頭いいもしかして900とかどういうことマジで。ちょっと C では蘇らせないでおこう。で火力的にはもう最終工程でしょ。で炎の壁はでもやっぱり打っておきたいからリバイバーかけて、ってかさ早い800戦。ソフィアがやっぱ先手打てることが大前提だな。これはもう無理でしょ。このパターンになったらもう無理だよ。熱風で死ぬもん。死ななかった。ファイアストームだと死ぬのか。445、まだ熱風1回耐えられるな。プリズムライト、これは混乱系でしょ。 LP は減らない。だからまず先手を取られると本当にゲームまずくね。622とかワグナスとか段違いで強えんだけど、さすが七英雄最強で。リバイバー、まあ最終工程だなやっぱり。炎の壁マジで頼む、機能してくれ。これが機能してくれないと何のためにやつを倒したんだか。ダンダグね。これフレームリープもさ、炎の壁が速ければさ効果できたんじゃないの。素早さが上がるのって前線のやつだっけ。不動拳使うとどうせ攻撃が後になるからな。だったらソフィア前に出す、で素早さ上げて炎の壁を先に。ラピッドストリームがないのが結構きついよね。熱風早い、これでもう全員死ぬからなほぼ。あ熱風は大丈夫か。ファイアストームか、おっせえし炎の壁。ちょっとこれで倒せなかったらあれだ、陣形を変えよう。陣形を変えるっていうか並びを変えよう。だったらクリムゾンフレアでさ攻撃して手数を増やした方がいいもんね。で一応月光があるんだ。そういえば撤収回復させとくか。なんとなくリバイバーもかけておこう。で炎の壁一応火力にはなるからね。やっぱり運命強い。ファイアボール、これどう死んなよ。死んだリバイバーが遅い。てか炎の壁も遅い。ダメだ、何もかもがゴテゴテだ。一応月光で蘇るは蘇るけど、これだってリバイバー効いてないでしょ。マジでこれ無駄なんだけど。で一応ミネルヴァも回復させるか。リバイバーはもう打てないから回復に入ろう。ちょっと少しでもリバイバーを発動させないために。で撤収早いんだよね。無明剣が早く打てる。よし倒した。炎の壁あんま意味なかったけど、いやあんまっていうか全く意味なかったな。
強かったよワグナス。確かに貴様は父英雄最強だ。それは認めよう。ロックブーケ、貴様はここで倒す。お願いなど聞かん。なんともできない。対策はねちゃんと取ってきてあるんで、まずは何はともあれ霧隠れで隠れて、男性はで、シーデーは竜林の剣手に入れたんで、その力お見せしましょう。で、一応こいつはなんかミネルヴァ役割が補助剣になっちゃってるけど、待って待って待って、これさリバイバー大丈夫か。クリムゾンフレアは打っておくか。テッシュも霧隠れは覚えてるんでやってもらう。テンプテッシュいきなり来た。しかも見切れなかった。早えなやっぱり。こいつにやんのかよ。ちょっと見切ってもらわないと。同剣竜林の剣の力お見せしよう。4700、かなり強くはなったよね。で、何をするかというと、特になんかすることはないから防御しとこう。まあ見切るだけ見切ってくれれば、まあ技道場からいけるからね。本郷盾は意味なさそうだよな。撤収最悪死んでいいから、火力のあるやつだけやっとこう。霧隠れ好きだな。将来うわ強い。いやまずいね。回復に入るかってことは、結構で自分を回復しつつ、ちょっと見切れるまでは回復回だよな。テンプテーション、てかテンプテーションさ、いた、てかなんで食らった状態なんだ。撤収隠れてないからさ、撤収に来たら意味なくねってちょっと思うんだけど、そういうもんじゃないのかな。蘇らすとこ、蘇らすだけ。まだ自分回復しないと危険だよな。ダメージ与えとこう。このフレア、こいつパンチ好きだな。ほら撤収マジ死んでいいな。それかちょっと霧隠れ2人できるまでちょっとやり直すか、効率のために。よし、切り隠れ2人入った。これであとはちょいちょいダメージを与えつつ見切れるのを待つか。ほらこんなんちょっとやばいな。一応リバイバーやってくれた。でどうする、エアスクリーン意味あんのかな。なさそうだな。ちょっと防御、まあ、2回くらいは打つか。どれくらいで死んじゃうかだよね。死んだら意味ないからね。600、生きる前に倒したらそれこそ最後がマジで無理になるんで、一応攻撃する。将来か危険なのは、まあ、回復はしておこう。そろそろちょっと防御体制に入っておくか。自分で自分を回復。テンプテーション、よし見切った。見切ってくれればあとはもう技道場でなんとかなるんで、体制を立て直して倒す。ここからが本番だ。ちょっと待って、ミカミックス一応見切るまでは隠れとこう、危険だからな。
テンプテーションで操られて残像剣食らって死ぬみたいなのが一番最悪だからね。撤収はもう出て大丈夫か。デイブレード無妙剣、オッケーオッケーオッケー、無駄だよ。あとは槍、マジどうにかしたい槍。こいつはマジで強くなった、倒した。オッケー、水、サラマット勢力か。あれ、南ロンギットってまだ統一してない、スービエ倒してなかったっけ、忘れてたか。ちょっとサクッとスービエ行きますか。じゃあ一回トバで話を聞きましょう。で、まあ、ちょうどいいか、スービエ倒すとまた時代が進むっていうかイベントが終わるんで、撤収がね無双三段覚えられるんで、無双三段を覚えました。でここからインペリアルガードに継承させればいいんで、じゃあちょっと、あれ、こいつ話さなきゃいけなかったんだっけ。話して制圧か。これでじゃああれなんじゃない。技道場に武装三段が入るのではなかろうか。そしたら覚えさせて、あとノエルか。それで全部だね。まあ、クジンシーを残すんだけど。で、槍技。ある、無双三段。よし、覚えさせよう、ミネルヴァ。これでだいぶ火力上がるでしょう。勝負あった。私は皇帝陛下ですね。七英雄の一人、ノエル。ロックブーケの仇。やらせていただきます。それはこちらのセリフだ。対策は例によって取ってきた。ソードバリア、まずはこれを全員にかける。で、炎の壁は打っておいた方がいいのかな。炎のなんか技使ってくるよね。あ、まずはとりあえずみんなで剣を持つ。なぎ払い、お前かい。スタンしてるし、ギャー、これ食らうんだよね。超強え、ノエルも強えわ。普通にゲツエやられるとマジきついな。立て直しをどうする。いやでもミカミックスはさ、もう不動拳だよね。でミネルヴァ一応よみがえらせて、蘇らせるやつは蘇らせよ。ゲッツェ2回食ったら死ぬなこれ。全滅する。見直し、一応見切った。無駄に水長剣効かんけど、ソードバリアが入んないとかわせない。瀕死なことには変わりないからな。でソードバリアだから打っておく。で月光の回復だな。まずはミカミックスを優先的に回復させる。なぎ払いも大丈夫、音速剣も大丈夫。よしよしよし。でソードバリアが入ったからゲツエだけだ。やっぱり脅威なのは。死にそうだ、マジでみんな死にそうだな。一回ずつ回復しとくか。これで立て直しが図れればいいんだけど、撤収に関してはちょっと高級傷薬で回復しよう。水はさすがに弱いからな。で巻き打ち OK、 流し切りも OK。 よしよしよし、これだいぶ立て直した。200か、回復量がやっぱ少ねえな。でリバイバーは打っておこう。もうミカミックスの不動拳が頼みだからな。よし、だいぶだいぶいったな。で C でも攻撃に入ろう。不動拳生き残れるか。
にリバイバ。ソードバリアなかったらマジ無理だったな。で、回復しよう。ソフィアは。で、撤収は攻撃に入る。海よけ。これでだいぶダメージ稼げるでしょう。巻き打ちも大丈夫。いいね。かまいたちが無理か。600。回復はさせておいてよかったな。かまいたちってなんかエアスクリーンとかで5000強い。竜林の剣強い。やっぱりよしよしよし。まあまあまあ、ちゃんと対策さえ取ればこんなもんだな。対策取れないと七英雄はマジで強いからな。噂以上の方ですな。俺はここまで強くしたらどんだけかかったと思ってんの。デザートガードを結成しこの付近の守りとしよう。こいつは感想は何もない。もう閉店してやるからね。じゃあ最後の苦人士、まあ、こいつはサクッといけるでしょう。同剣のもちろんソウルスティールはみんな覚えさせてあるんで、クリムゾンフレアの無妙剣最高火力でいこう。ノエル戦で武装サンダー使わなかったかね。ソウルスティール無駄だ。テッシュあと LP3 しかないんだけどね。 LP 回復薬あと3つあるんで、ここで使い切っちゃって大丈夫でしょう。ライフスティールガーッ、こっちの方が脅威だ。武装サンダーで3800、まあまあまあいい火力ではあるよね。竜林の剣と同じくらいの火力は出るんじゃない。だいぶ強いな。2ターンで倒したいな。ライフスティールだけ怖い。やっぱりそうするとデイブレイドだな。クロスクレイモアがないっていうところがね。ほら無駄だ。もうこのターンで仕留めるからな。よし、まあ例によって最初は七英雄が出てこないうちに防御を固める。なのでやることとしては、ソードバリア混合盾リバイバ、これを一通り貼る。で剥がされた後どうするかだよね。まあ、まずはソードバリアでいいでしょう。術重要だからね。本当に火力で押し切れるっちゃ押し切れる編成でもあるんだけど、で今後だね。リバイバはどうする。半分ずつ貼っていくか。ソフィアとテンプテーション無駄。2人で貼れば3ターンで貼り終わるから、それでいこう。リバイバはね、本当に予備の予備だから、死んでしまった時の保険なんで。火力の高いやつらは攻撃をしよう。だからリバイバを順番に貼っていこう。ギャラクシーじゃなくてクリムゾンフレアはちょっと強いからな。で、テッシュは自分で貼るか。いいね、テンプテーション全くの無駄だからね。これがどんくらい当たるかをちょっと確認したい。4600、まあ普通に当たるね。ほら6500。でさらに不動拳4700。
バイバをソフィアにかけて、でソフィアはちょっとリバイバ役に入ろう。でテッシュは攻撃。ここでさらに2人出したいな。これで1人でしょ。あと3人攻撃できるから2人出せんな。ノエルが来たか。であとシーデーだけか。強っ。一応ね力体も装備させてるんだよね、火力上げるために。腕力プラス3、30近いマジで。リカミックスの腕力でリバイバーを貼って、もうクリムゾンフレアだな。海を剣、角は食らう110。これで1,2,3,4,5 人目、あと2人か。稲妻斬り、機関、盾とソードバリア、今両方とも大丈夫だったな多分。テンプテーションは無駄、よし完璧。やばい死にそう。回復はさせておこう。やっぱりで駆動剣、駆動剣で無双三段、やっぱソフィアだな。回復はソウルスティー無駄よ。つむじ風は食らうか。400そこそこだな。これで7人。テンプテーション、ここでダメージを与えておくこと自体は全然有効だよね。混合盾3400。よしよしよし、やっぱ成功だったな。武装三段を覚えさせたのは。で440か、まあ、回復はやっぱりさせておこう。テッシュほんと早い。テッシュの火力がもうちょっとあればね。アビスゲート、これ剥がされるんだっけ、なんかいまいちわかんねえな。アストラルゲートで剥がされるんだっけ。あれなんだっけこれ、混乱した。一応回復はして、駆動剣食らったら絶対死ぬからね。誰に来る？あ、向こうに行った。大丈夫か？この混乱このまま攻めよう。ちょっと待って、リバイブだけ張り直そう。なんとなくソードバリア混合盾どっちかが発動してくれれば、まあそれはそれで分かるんだけどね、剥がされたかどうかが。あ、剥がされてない。パンチで身をもって示してくれた。じゃあ大丈夫か。いいね、混合盾本当に強い。ってことは全力で攻めよう。ボーテックス使われない限り大丈夫か。ちょっと上のシーデちゃん混乱してんのが厄介だけど、このまま押し切る。動くな。おお、麻痺か。状態異常は厄介だな。サイクロンスクイーズ結構食らうね。じゃなくてつむじ風か。ペイペイもスタンスが危ねえ。おお、発動した。復讐の無双三段。
て、ポイントが減ってんね。刀剣でリバイバーは張り直そう。いや攻撃あるのみだな。死んでもリバイバー張られてるんで大丈夫でしょ。アビスゲートまた来たか。でアストラルゲートで一人混乱させられるんだよね。ソフィアかい。シーテの粉いつなのこれ。ちょっと今火力がだいぶやばいな。でミネルが攻撃に入るか。撤収が治ったから妙剣メイルストローム。これはそこそこだな。思ってたよりは食らわなかった。よし倒した。というわけで、無事七英雄まで倒すことができました。序盤からね最終工程使ってやっていきましたけれども、まあ、序盤はねやっぱりもう強い武器とか揃ってるんでサクサク進んでいけるんですけれども、やっぱりねそのある程度縛りもね来るんで、その武器が開発できないとかそういったところがきつくて、後半はなかなか大変でしたけれども、まあ、しっかりね術とかあの術研究所も立つし、あの技のね引き継ぎっていうか何ていうの技道場もちゃんとできるんで後の方ですけれども、まあ、それをやって補っていけば、まあ、十分後半も対応できると思います。まあ、やってて楽しいプレイではありました。というわけで、序盤から最終工程を使っていくロマサガ2いかがでしたでしょうか。これにてエンディングとなりますので、今回はこれで終了したいと思います。まあ、最後のエンディングはねちょっと別の動画でも見てるんで、まあ、このまま終わりとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。七英雄よ帰れ。